気まぐれ解説、206から最後まで。ここからは悪魔の高笑いから始まります。もうこの速くなっていくところからは、プレストコンフォーコ、火のように急速に火のようになので、もう炎がこううわーって高くなったり低くなったりする中を、コウモリとかハゲタカとか、もう完璧に悪魔の世界です。でそこからこうなんかおちょくるようなものがいっぱい出るんですけど、右もオクターブより広がった、これでもかこれでもかっていうのがいっぱい出てきます。ここは ペダルなんですけど、白の頭で踏むように書いてあるのがエキエル版、ショパンコンクールで使われているものです。で私が高校の時から使っているのがパデリフスキー版、エキエル版がこれ、パデリフスキー版がこれ、これ見たことある人いっぱいいるんじゃないかな。パデリフスキーではちょっと違って、200目に踏むっていう方がなんかちょっと躍動感が出るような気がするんですが、私はそれをちょっと混合させているかもしれない。ここから惑わせるというか、顔の近くに降ってきてこううって怖くなるみたいな、こうおちょくりがいっぱい入ってきます。
同士が自分の目の前まで来るみたいな感じですね。また諦める。笹栗さんの最後の最後の渾身の叫び、そしたら破壊です。住みたいので、終わった後誰笹栗さんがどうしたとか悪魔がどうしたとかもう何にも関係なくて、自分自身はすごくなんだろう、腹を空かせた野犬みたいになってますってなってます。じゃあ通して弾いてみます